ニコライ・エメリアノビチアク少年子は、ロシアの鉄道官僚出身の政治家。ノボシビルスク州生まれ。飛行機工場勤務の後、ノボシビルスク鉄道技術大学で学ぶ。東シベリア、極東など鉄道現場で勤務し、幹部にまで登った叩き上げである。1990年に、国民経済アカデミーを卒業。1994年9月鉄道省時間。 1996年11月鉄道省第一次官を歴任し、1997年4月鉄道省1999年5月21日、セルゲイ・ステパーシン内閣で、第一副首相となる。悪少年子は、無名の存在であったが、第一副首相就任に伴い、加藤資本家、ボリス・ベレゾフスキーとの強い関係が、 クローズアップされ、エリツイン一家の中核を占める政治家となった。アクショーネンコは、ロシア鉄道省のボスであり、鉄道省そのものが巨大な原業館長として、一大独占体とみなすことができる。ロシア鉄道省とベレゾフスキーの率いるロゴバス、グループとは密接な関係にあり、アクショーネンコの第一副首相就任は、ベレゾフスキーによって推薦されたと観測されている。 事実、悪少年庫は、ステパーシン首相が、閣僚名簿をエリツンに提出した際に、エリツンの傍らに自立し、自ら経済政策全般を指導すると称して、第一副首相の一人性を主張するなど、政治的力量にかけるステパーシンを凌駕する権勢を振るった。しかし、1999年12月31日のエリツンの大統領辞任によって事態は一転。 ウラジーミル・プーチン大統領によって第一副首相を解任され、鉄道省となるが、新興財閥との結びつきと、旧エリツィン一家の勢力を抑制し始めた、プーチンによって狙い撃ちにされる。2001年10月に、職権乱用容疑で起訴され、2002年1月に、鉄道省も解任された。2005年7月20日、ドイツの病院で死去。ありがとうございます。